皆さんこんにちは。今回の動画は淡路ハイウェイオアシス車中泊からの旅動画です。2日目の朝食はクラブサンドとコーヒーをいただきました。それでは出発です。今回は国道28号線の海岸沿いを走り、洲本から南淡路方面に走行していきます。そして南淡路の温泉に進んでいきます。途中心霊スポットにも立ち寄ります。今回はどんな旅になるのでしょうか。最後までお付き合いをお願いいたします。それではここでハイウェイオアシス淡路を少し紹介します。ハイウェイオアシス淡路は明石海峡が一望でき、晴れた日には関西国際空港も見えます。運転の疲れを癒してくれる最高の眺望です。レストランロイヤルもあります。お土産も充実しています。こちらは神戸牛と淡路の玉ねぎを使用した餃子ですね。定番の玉ねぎせんべいですね。神戸バームに神戸プリンですね。そして今回は冬の定番、玉ねぎのポン酢。焼き飯の素を購入しました。帰ってからのご飯が楽しみですね。この国道28号線は海沿いを走る景色のいい国道です。しかしこの国道28号線には世界平和観音像という高さ80メートルの巨大な像があります。この像は1982年に世界最大の像として建てられて話題になったそうです。像内部にはエレベーターがあり、首あたりの展望台からは大阪湾が一望できる絶景が見えるスポットでした。休日には1000人を超える観光客が詰めかけたそうです。
しかし、2006年には閉館になり現在は廃墟になっています。2021年には老朽化により解体が決定されました。解体費用は8億8000万円で費用は国民の税金が使われるようですね。問題の像が見えてきましたね。土台を合わせると100メートルは本当に大きな像ですね。現在は観音像の半分程度は解体工事の足場が組み立てられていますね。下の土台部分にはクラシックカーの展示場や展望台や温泉施設や宴会場もあったそうです。それではしばらくは海岸線の走行動画をと思いましたが、タントは車高が低いのであまり見えませんでした。なので温泉に行きたいと思います。ここを左折して登ると本日の温泉地に行きます。今回の温泉紹介は南淡路リフレッシュ交流ハウス、ユーブルを紹介します。源泉は淡路塩崎温泉です。こちらが塩崎温泉の温室と効能です。軽食も充実していますね。浴室は A 浴室と B 浴室に分かれています。A 浴室は奇数日が女性で偶数日が男性になります。B 浴室は偶数日が女性で奇数日が男性になります。それでは温泉を楽しんできます。